わかる。ポンコツと一緒なんだけど、やだ。でも今日朝からずっと月曜日な気がしてて、そう、そうなのよ。空いてたらやってもらえないんだって。違うの、空いてなかったの。お休みの日だったみたいで、なんかエレベーター乗らないと着かないところに整体があったんだけど、なんか何回も押してもその階には止まりません、その階には止まりませんって言われて、でおかしいなと思って予約見返したら明日になってて、つらかった。曜日の感覚なくなってるかも。それこそその昨日一昨日と米フェスに参加させてもらったんですけど、その昨日の米フェス土曜日だったけどずっと日曜日だと思ってて、もうそこからなんだよね。だからと思ってご飯を今食べてます。二日酔うとどうにしと思っちゃうのって。そうなの。そうなんだよね。なんだこの焼きパプリカ。オトムスは日曜だったからちょっとわかる。あ、そっか、そうだよな。そうなの。これ結構ショック受けてる時の顔。予約違ったーって。今から行けるところとかあんのかな。でもな、今から行ってもな、明日の朝めっちゃ早いしな。明日は予定的に無理なんですよ、お仕事があって。そうなの。でももう今日しか時間がなくて、まあいっか。そうやね。そうだね。そうだね。今日本当は今日行きたかったんだけど、だってもう予約取れたことが嬉しくてさ、スケジュール中にさ整体って入れたもん。そうなの。悔しい、予約ミスったこと。悔しすぎる。くそ、1週間先じゃなかったから。でも1日先だった。予約したの。次いつ行けそう？明後日、明後日の
グループおしゃべり会終わったらかな。でも多分一回行かないと死ぬから。だから危うく歌詞通りに荷物置いてこなかっただけいいかな。明後日まで待てそう？頑張る。頑張るよ。でも今日美穂ちゃんが肩揉んでくれました。優しい。ポキッとやる整体ポキッとやんないかな。あ、でもポキッとやられたこともあります。なんだろう、何されたんだろう。骨は？んちょ、肩甲骨剥がしみたいな。いきますよ、グッグッグッバン。何にも伝わんないと思うけど、なんかその瞬間にバキッって言って、うっと。でやられたことあります。そこからこのメニュー一生やらないようにしようって思った。なんでそのそう痛かったっていうかびっくりしたっていう方が強いかな。しかもさ、なんか多分音鳴らしたいんだろうね。音鳴らせたら OK みたいな。わかる？だからそれ辛かったな。そう、なんかその整体はいろんなことしてもらいました。針とか、あとなんか電波流すやつみたいなやつ。この人参おいしい。ナポリタンに見えた。やばい、ナポリタンじゃないよ。人参。野菜多いねってわかる？そう、明日の朝むくまないように野菜にしてんだよ。本当に偉いって今心の底から思ってるの。だって野菜好きじゃないのに。本当に人参ってウサギの味する？人参はウサギの味しません。何ウサギの味って。疲れた時は肉ですよ。確かにそうだよね。でもお肉タレでさむくんじゃうからさ、今日はやめたの。そう、明日の朝ちょっとお腹空かしたいから。人参はクレヨンの味しませんか？あ、人参嫌いな人のご意見です。私2歳の時に保育園で
好きな食べ物何ですかって聞かれて大根と人参って答えるくらい昔から人参大好き。うん。うん、クーピーペンシルの味です。うん、なんかクーピーとかクレヨンとかそっち系なんだ。嫌いな人の感覚としては、うーん、そうなんだ。うん、なんかさ、すごいでかいサラダボウルなんだけどさ、見て一生食べ終わる気がしないよねこれは。うん。でかすぎるよね。うん。多分全部は食べれないからお腹いっぱいになったらやめます。アボカドとマグロだけ最悪全部食べる。マジでウサギに見えてきた。どういうこと？全然違うんですけど。ね、これでっかいよね。わかる。これのハーフサイズとかないのかなって思ったけど、ちょっと初めて入る店でそんなことも言えなかった。うん。ライシングはなんか海苔ポン酢っていうのがおすすめですって書かれてあったから、それにしてみた。うん。洗面器？確かに。お風呂場みたいな気持ちになっちゃう。うん。ドレッシング何一番好き？黒酢系かな、お酢系が好きかな。なんか玉ねぎ黒酢っていうドレッシングがあるんですけど、それはマジで何でも合う。ごま一択でしょ。うん、ごまも好き。ごまも好きだよ。お風呂入りながらサラダ食べてるだね。え、違うよ。違うよ。シーザーは、シーザーはね、あんま好きじゃない。うわ、ひよこ豆入ってる。私、豆好きじゃないんだよ。文句言いながら食べてる。枝豆だけだと思ったら、ひよこ豆入ってるよ。ひよこ豆は本当に美味しくなくて、なぜかっていうとひよこ豆は本当に美味しくなくて、はい。うん。うんうん。うん、なんか初めての出会いは家のカレーに入れられた時。に初めて出会ったんですけど、うん、口の中が、ね、ってなっちゃって。
ひよこ豆知らない？これだよこれ。あんま美味しくないです。ひどい。なんか多分母親が私がカレー好きだからカレーに入れたら何でも食べるって思って、そう、なんか夏野菜とかも、まあ、ナスがあんまり好きじゃないんですけど、ナスとかかぼちゃとかなんかとりあえず入れれば食べるって思われてた。うん、なんだ。でもナスは今は好きです普通に。ずっと食べてるだけ申し訳ないですけどね。寝るときにたくさん寝てね。よかった。ナス天ぷらだな。天ぷらのナス美味しいよね。そうなの。でも私がさこんなに野菜食べてるの本当に珍しいですよ。1年に1回あるかないかないかくらい。蚊とかタコとか食べられる。自分から進んでは食べないです。なんか食べてみたらって言われたら食べますって感じです。1年分の野菜摂取間違いない。サラダおつまみです、いいの。なんかそういう感覚になりたい。全然うまいかどうか、美味しいけど別にお肉の方が好き。なんか下にねありえないほど葉っぱが敷き詰まっててね、ちょっと全部食べれない。サラダめっちゃ苦手。わかるよ。私も全然好きじゃないの。なんか葉っぱって食べてると何食べてるんだろうなって思っちゃうときたまにあるよね。生野菜食べると体冷えない。声にならない、それな。そうだから生野菜嫌いって言ったらあれですけど失礼ですけど、生野菜好きじゃないの。あのスープとかのお野菜はすっごく好きです。ちょっと私が食べれるゾーン終わっちゃった。私が食べれるゾーン終わっちゃったんだけど、辛いよ。オンライン会やる気満々だ
方が不愛でしたってごめんね、問い合わせてみてください。本当に今日結構あの不具合だった方いらっしゃったので、問い合わせたらズームで対応してもらえると思います。本当にお願いします。味がどうしよう、全くない、どうしよう。あとキノコゾーン。キノコは食べれなくはないだけどサラダではない。自分も不具合でしたって、そうだよ、見てたよずっと画面、真っ暗な画面眺めてたよ私は。うん、きのこ大好き、あげようか。このきのこあげようか。今日は諏訪さんかと期待してましたが知らないスタッフさんでした。諏訪さん今日クラクラだから。真っ暗画面の悲しいことない。そうね、繋がんなかった時ずっと眺めてるんだから。私も、またおしゃべり会行ってもいいから、もちろんだよ、待ってるよ。こんな今は葉っぱ食べてますけども。ポンコツな君が好きだの初披露しました。いきなり始まる振り返りトーク、コメフェスの。やっぱり野菜は私にはまだ早かったみたい。やめた。ごちそうさまでした。かわいい振りでしたね。うんうんとか言って。かわいい振りだったよ。でもめっちゃ大変なの、あのすごい、いつもは左手でこうマイク持ってで右手で振りをやったりとかするんだけど、あの今回の、 あのポンコツは、ポンコツの1サビは私右手でマイク持って左手で振りしないといけなくて、しかも全部の音刻まないといけないの。じゃんポンポんじゃんポンコツな君が好きだ、本当に大変で、もうねすっごい大変なんです。ポンコツな君が好きだ、いつも私ばかり踏んでる頼りないところがいい、なぜか安心できる。姫と立ち位置変わってもらったら確かに。でもリカちゃんも絶対あのマイク変わるの好きじゃないから嫌だって言うよ。
絶対嫌だって言うよ。リップ塗ろ。他のメンバーも大変だと言ってた。だよね。そうだよね。あの振りが大変じゃない人は多分いないよね。クレイトボーイさんらしい振り付けだね。そうなんですよ。めちゃめちゃクレイトさんっぽい。あの特に A メロとか B メロの振り付けがすごくクリエイトさんっぽいです。うんうん、そうなのよ。あの歌詞に沿った振りがすごく多くて、最初のスキブの合宿、これスキーしてる。そうなの。すごいなんか音ついちゃった、変な音。うんうんうん。MV の振りはステージは見えないのかな。そうなんですよ、残念ながら、残念ながら見れないんです。もうあの時限定ですね。だから MV は MV で楽しんでください。ステージ上でひな壇飛び回ってた。飛んだり回ったり走ったりしてます。そうなの。MV 双眼鏡を持ってる子が可愛いよね。3人いるんだよね、3人ね。円形のステージがあればな。確かに。でもね、その前にね、多分あれマイク用ぶりじゃないね。走ったり座ったり忙しそうだった。よく見てますね。そう、走ったり座ったり立ったり忙しいのですよ。なのでぜひ、多分これからもっともっと披露できる機会があると思われますので、楽しみにしててください。プレイリストも楽しみだ。そう、あさってかな、見てください。クリスマスコイン当たってほしい。当ててください。双眼鏡買ってしまった。何これから、じゃあ一緒に花火玉探そう。うんうん、木曜日初めてアイドルエッセンス入るよって、嬉しい。つぶちゃんの生誕祭だ。一緒にたくさん盛り上げましょうね。うんうん、元気ですか。元気ですよ。ただ今日生誕行けなかったのがすっごくすっごく悔しいけど、めっちゃ引きずる人だ。今日生誕の予約ちゃんと取れてなくて、そう、本当は今日の時間で撮ってつもりでいて、あの整体に行ったら明日の予約で撮ってて、で整体休みで無理だったかな。しい。本当に悲しい。1週間はずれてなかった。厳しいね、辛かった。うんうん、一日ならまだね。ポンコツじゃない。明日はね、いけない。そう、この話するの2回目だから、この長い2回目だからちょっとあれだけど、明日はちょっといけなさそうな。うん。そうなのよ。今日
東京へ帰ってきたけど、また木曜日新潟へ行きます。めちゃくちゃ新潟に来てくれる人だ。嬉しい。確かにお風呂ね、入んないとだよね。そう、本当はドラマまだ貯めてるのがいくつかあったりもするし、映画も途中までのやつあったりするし、見たいやつもあったりして、ああ時間と体が足りないってなってます。皆さんはどうですか、師走。すごい髪の毛ボサボサ。なんか師走やっぱり忙しいよね。今何見てるの？何見てるかな？ね、もう今日本当は真犯人フラグだけど、先週のも見れてないから。そうなの。年越し配信できるならする？ああ、どうしようかな。まあ、できたらロンちゃんとしよっかな。できたらね。あんまり期待しないで。できたらだから、あんまり期待しないで。ロンちゃん忙しいからさ、暴れん坊で。そうなの。噛まれながら年越すの、噛まれながら年越すのやだな。ロン君に噛まれながら年越すのはちょっとやだけど。かなりでかいような、多分そうでかいのよ。もうロン君は大暴れの、大暴れだから。ハッピーニューイヤーの直後にプチって配信切るパターンかな。それ誕生日の時だね。でも年越しはさ、なんかいつもみんなできるよって感じじゃない？どう？あ、そうだ、私今日新しいコートが届いたんだ。ちょっとそれ開封イベントしよう。開封イベント、それ開けて配信おしまいにしよう。よいしょやばい、住所移る。どうすんだ？ちょっと待って。剥がせない。剥がせないよ。どうやって剥がそう。よいしょ。あ、いけそう。いけそうな雰囲気。ちょっと貸してみ。ちょっと貸してみってどういうこと？いや、理解できなかったよ。あ、はい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 、いけますいけます、ほんまいけます。はい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 、あー、なるほどなるほど、あなたはここから離れるのね。はい、開けました。じゃん、じゃじゃん、じゃ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 ん。まず1点目、1点目はこちら。新しいニット、かわいい、色がかわいい。
あ、2点です。新しいニット。着てないからあれだけど、首元がハイネックで。かわいい。あ、そうね。コート、もう一つはコートなんですよ。どこから置くの？開けた。開けれない。開けれなさすぎる。よいしょ。かわいい。いいね。いいね。かわいいぞ、これは。そう、それで、これは、こいつがあるので、こちらを、こうやって、止めさせてもらって、その後に、あ、腰、ベルト。の部分あった。かわいい。嬉しい。そう、なんかこれ本当は茶色を頼もうとしたんですけど、茶色はなかったのでアイボリーにしました。かわいい。いいね。え、なんかすごい知的になった。前髪終わってるからあれだっけ。このブランドの名前はこれです。じゃん、ここです。あの、インフルエンサーのももちさんという方のブランドで、すごい可愛い。プロポーズしたい。受け取っておきます。気持ちだけ受け取っておきます。ありがとうございます。はい、というわけでコートも無事に届いたということで、配信はここまでにしたいなと思います。はい、見てくださってありがとうございました。また明日から月曜日頑張りましょう。汚さないように気をつけて。確かにそのまま寝たくなりません。絶対にお風呂に入ります。今日はこれで寝るのかしら。寝ません。はい、というわけで壇上に上がってくださった皆さんのお名前を呼びしますね。13位トーミー、あと、ずっと、ひなのやがちさん、ありがとうございます。12位、あさゆきさん、ありがとうございます。11位、つき、あと、さにーさん、ありがとうございます。10位、しもじゅんさん、ありがとうございます。9位、ちむじー大好きさん、ありがとうございます。8位が、ベオサウンドさん、ありがとうございます。7位、オニオンさん、ありがとうございます。6位、モノリス、あと、さにーさん、ありがとうございます。5位、しゅん、あと、いそのけさん、ありがとうございます。4位が、ゴリニー、あとマリナの下僕さん、やばい、マリナの下僕さん来ちゃった。頑張ってください。3位マッチンさん、ありがとうございます。2位これからもひなたんのことを、3ありがとうございます。長くて読めない。
ありがとう。そして1位がゆとあとチームサニーさん、ありがとうございました。そしてコメントをたくさん送ってくださった皆さん、そしてこの配信を見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。また会いましょうって、また会いましょうね。今週はいよいよ22日にポンコツな君が好きだがリリースされます。みんなで一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです。なのでリリース日に向けて私も頑張るので、皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思います。よろしくお願いします。というわけでひなたでした。バイバーイ、ありがとうね。